木川田仁志君。内閣委員会におきまして、貴重な質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。私の選挙区は埼玉県で、海なし県でございますが、前職では海洋政策の研究者だったこともありまして、国家国民のために海洋政策をライフワークとして、議員になってもやっております。そこで、本日は日本の海洋政策について、質問いたしたいと思います。昨年度第4期海洋基本計画が策定されまして、向こう5年間の日本の海洋政策の方向性が示されました。それに続きまして、本年の4月26日に海洋総合政策本部で海洋開発等重点戦略が定められました。海洋基本法が制定されまして17年が経ち、また第1期の海洋基本計画が策定されてから16年が経ちましたが、この間ですね、この海洋開発等重点戦略というものはその間なかったんですけど、今回初めてこの海洋開発等重点戦略を立てるということで、海洋政策担当大臣に質問いたしたいと思います。この海洋開発等重点戦略を定めるに至った背景と戦略の意義を教えていただきたいと思います。委員長、松村大臣。まず木川田委員におかれましては、自由民主党の海洋総合戦略小委員会の事務局長ということで、精力的にご活動いただいておりますことを承知いたしておりますし、今ほど海洋研究者であったと承知せずに大変失礼をいたしました。昨年もお取りまとめの上で、海洋開発等重点戦略の策定につながるご提言を前谷大臣の方にご提出をいただきまして、その熱意とご尽力に感謝を申し上げたいと思っております。さて、我が国は四方を海に囲まれた海洋国家でございます。海洋が有するポテンシャルを最大限に生かし、我が国の国力の向上につなげるべく、海洋環境の保全との調和を図りつつ、海洋の開発利用を進めていくことが、これは極めて重要であると考えております。こうした認識の下で、第4期海洋基本計画に掲げられました政策の中におきましても、国益の観点から特に重要であって、府省横断で推進すべき重要ミッションに関しまして、目標や工程を明確にし、お示しをし、強力に進めていくため、総合海洋政策本部におきまして、海洋開発等重点戦略を先月26日に決定をしたところでございます。具体的に申し上げると、自立型無人探索機の開発利用の推進、海洋状況把握及び情報の利活用の推進、洋上風力発電の EEZ 展開に向けた制度整備の推進、特定離島であります南鳥島とその周辺海域の開発の推進、管轄海域保全のための国境離島の状況の把握、北極政策における国連連携の推進などを重要ミッションといたしまして、これらについて戦略を定めたところでございます。また、海洋開発等重点戦略につきましては、毎年度これ、フォローアップを行いまして、その結果を踏まえて必要がある場合におきましては、重要ミッションの入れ替え等を含めた見直しを実施することといたしております。政府といたしましては、この戦略に基づきまして、関係省庁と連携をいたしまして、海洋立国の実現に向け、必要な取り組みをしっかりと進めてまいりたいと思っております。木川田仁志君。はい、ありがとうございました。海洋政策担当大臣、松村大臣からはですね、海洋立国、日本をしっかりと推進していくために、この海洋開発と重点戦略をやるんだという力強いお言葉をいただきました。私もこの海洋開発と重点戦略、大変、重要なことを策定したことに対してですね、重要なことだと思っておりますし、大いに期待しております。しかしながら、この海洋開発と重点戦略、これはですね、この総合海洋政策本部において、ある意味、任意で
決めていただいたと、まあ、産業会議とあってこれがこの6つのミッションが重要だということで、やっていくということは非常にいいことだと思いますが、やはり私はここに 法的な位置づけがないというところ、これはですね、しっかりと海洋基本計画の中で明確に規定していく必要があるのではないかなというところは思っているところでございます。でこの海洋基本法は議員立法でおりまして、この私が事務局次長を務めております超党派の海洋基本法戦略研究会でもですね、この課題は共有されておりますので、この場を借りてご報告をさせていただきます。さて、この海洋開発と重点戦略を進めるにあたって、まあ、この法的な、まあ、裏付けがないことから自治体制がもっともっとしっかりしなければならないというふうに思っております。で今までですね、内閣府に設置されております海洋事務局、まあ、一生懸命、少ない人員の中やっていただいているとは思っておりますが、今後ですね、この海洋開発と重点戦略を進めるためにはですね、人員や予算が私は足りていないというふうに思っております。そこで、内閣府の海洋事務局に質問をいたします。海洋開発と重点戦略を進めるにあたりまして、事務局の現在の体制と重点戦略関係の予算規模はどのようになっているか教えてください。内閣宮沢総合海洋政策推進事務局長。お答えを申し上げます。海洋開発と重点戦略については、総理を本部長とする総合海洋政策本部を司令塔として、その実務を担う内閣府総合海洋政策推進事務局が中心となって進めていくこととしております。内閣府総合海洋政策推進事務局は令和6年4月1日時点で常駐職員42名、その他自治体研修医が4名の体制となっております。なお常駐職員のうち当事務局の定員は事務局長含め8名となっております。予算についてですが、海洋開発等重点戦略を進めるための予算として令和6年度当初予算および令和5年度補正予算の合計で約 3.7 億円となっております。木川大仁君。はい、ありがとうございます。私はですね、この国益のために強力に海洋開発等重点戦略を進めるためには、先ほども申し上げましたように人や予算を増やしていかなければならないというふうに考えております。今常駐職員は42名ということでございますけど、実際のこの海洋事務局の定数の職員はたった8名ということでございまして、他省庁からの、出向で賄っているというのが現状であります。しっかりとこの海洋事務局自身のですね、定員を増やして、海洋国家、海洋立国、先ほど大臣が推進していきたいという話がありましたので、そういう、その海洋事務局自体の定員数を増やしていくということも大切だと思っておりますし、まだまだですね、この6つのこのミッションがありますから、この 3.7 億円の程度の予算ではまだまだ足りないというふうに思っておりますので、そのあたりですね、人員予算を増やしていくようお願いをさせていただきたいというふうに思っております。でまたその定員と予算を増やしていくためには、海洋事務局の所掌事務も新たに追加していかなければならないと思います。現在の海洋事務局は言うなればですね、お願いベースで各府省に仕事をやってもらっているというような状態でございます。省庁横断的な政策になりますと、所管する省庁が曖昧になってしまうので、この
海洋事務局がこうお願いベースで仕事を調整していくということからですね、もうちょっと一歩踏み出した形での諸省事務、これを追加してですね、やっていかなければいけないというふうに思っております。で、先ほど松原大臣、この海洋開発と重点戦略はとりわけ関係府省の協力が必要な政策を取り上げて6つのミッションにしたということでありますから、しっかりとですね、このお願いベースだけではなく、海洋事務局にはですね、自らの予算を持って、また仕事を振り分けてほしいと思いますし、また産業界等に対してはミッションの実現に向けて積極的に取り組んでもらうためにですね、施策を創設する必要があると私は思っております。さて、この海洋開発等重点戦略のミッションの一つに、洋上風力発電の EEZ 展開に向けた制度整備の推進があります。先ほど大臣がお示しいただきました。そこで海洋事務局にお聞きいたします。このミッションと本日これから趣旨説明のあります再エネ海域利用法改正案とはどのような関係があるのか教えていただきたいと思います。宮沢局長、お答え申し上げます。先ほど大臣からもご答弁ありましたとおり、洋上風力発電の EEZ 展開に向けた制度整備の推進は、海洋開発等重点戦略の6つの重要ミッションの1つとして位置づけられているところでございます。今後本改正案をご審議をいただきまして、成立をしました際には、海洋開発等重点戦略に基づき政省令や基本方針の改正等の制度整備を進めるほか、改正法に基づき募集区域の指定や許可手続き等の運用面を含めた準備など、施行に向け必要な取り組みを関係省庁と連携して、しっかりと進めてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございます。それではですね、 EZ の展開、これについてもう少し、深掘りをしていきたいというふうに思っております。この排他的経済水域に導入されることとなる風車について、この遠浅の欧州と異なりまして水深が深くなることから、我が国では浮体式の風車の導入が見込まれます。で、一方これまでに我が国で設置された浮体式の風車は沖縄沖での実証事業や長崎五島沖での実証事例が事業の例があります。しかしながらこれらの実証実験の場合はですね、比較的小型の風車でございました。今後排他的経済水域におきまして、大規模なウィンドファームを構築する際にはですね、1基当たり10メガワットを超えるような大型の浮体式風力発電の必要が、風力発電用の風車が必要だというふうに思っております。そこでお伺いします。排他的経済水域におきまして、導入が見込まれている浮体式風車の技術確立と国内のサプライチェーン形成に向けた取り組みの状況について、経産省を教えていただきたいと思います。資源エネルギー庁、井上、新エネルギー部長。お答え申し上げます。議員ご指摘の浮体式洋上風力の導入に向けまして、コストを低減し量産化する技術を確立した上でですね、国際標準化をリードすることが極めて重要だと考えてございます。このためグリーンイノベーション基金を活用しまして、先行する欧州でも未だ運転実績のないご指摘の1基10メガワット超の大型風車と浮体との一体システム、これを低コストに量産する技術を確立することを目的に大規模実証を実施することといたしております。さらに今年3月には発電事業者14社で構成する浮体式洋上風力技術研究組合フローラというものが設立されまして、アカデミアと連携しつつ発電システム等の確立に向けた調査研究開発、
規格標準化を進めていくこととしておりまして、経産省としても関係省庁と連携しながら、こうした取り組みについて強力に支援していくこととしております。グローバル市場を拡大していく上でもですね、例えば米国とは先月の日米首脳共同声明におきまして、浮体式洋上風力のコスト削減に向けて、しっかり連携して取り組むという旨合意いたしておりまして、欧州も含め諸外国と積極的に連携していくことが重要と考えております。ご指摘のもう一点、サプライチェーンでございますけれども、電力安定供給や洋上風力産業の競争力強化の観点からも、国内にサプライチェーンを構築していくことは肝要と考えておりまして、今年度 GX サプライチェーン構築支援事業として、548億円を措置しておりまして、こうした支援策も通じて、我が国の洋上風力産業を育成していきたいと考えております。はい、木原仁志君。はい、ありがとうございます。着床式と比べてですね、この浮体式洋上風力発電、これからでございます。ですので、経産省にはしっかりと今の取り組みを続けていただいて、国内の産業を育てる、サプライチェーンを構築する、ここにしっかりと努力していただければというふうに思います。次に、洋上風力発電の導入を支える港湾について、ご質問いたします。案件の場所がですね、今は領海および内水でありますが、これからですね、排他的経済水域に広げるということでありますが、それに、どっちかにかかわらずですね、この港湾の整備というものが非常にインフラとして必要でございます。そこでですね、この洋上風力の導入を支えるインフラであります港湾整備について、現在の指定整備の状況を伺うとともに、今後予想される風車の大型化を見据えた対応について教えていただければと思います。国土交通省、西村技術参事官。お答えいたします。基地港湾につきましては、洋上風力発電の案件形成の状況を踏まえつつ、計画的な指定や整備を進めており、本年4月26日に新たに青森港と酒田港の2港を指定し、合計で7港となってございます。今後も既存ストックを最大限活用しつつ、EEZ における案件形成の状況などを踏まえ、計画的な整備に取り組んでまいります。また、委員ご指摘のとおり、今後の洋上風力発電設備の大型化に対応していくことは重要な課題であると認識してございます。加えて EEZ への展開にあたっては、浮体式洋上風力発電設備の浮体などを保管する機能や、大量の設備を短期間に施工するための機能が必要になると認識してございます。このため、有識者や産業界のご意見を丁寧に配置をしながら、洋上風力発電設備の技術開発動向などを踏まえつつ、基地港湾の在り方について検討をしっかりと進めてまいりたいと考えております。木方仁志君。はい、ありがとうございます。国交省にもですね、ぜひインフラ整備頑張っていただければと思います。次に今度は環境省に質問いたします。今回の再エネ海域利用法の改正法案では、排他的経済水域への拡大に加えまして、現行法の手続きについて、環境大臣が海洋環境調査を行うこととし、それに伴い事業者が行う環境アセスの手続きを一部適用除外とする改正が盛り込まれております。そこでお伺いします。促進の指定手続きの中で、環境大臣が海洋環境調査を行うこととする理由、狙いは何でしょうか。環境省、鑓水総合環境政策統括官。お答えいたします。領海及び内水を対象とした現行制度におきましては、事業者選定の前に、複数の事業者が同一海域で環境影響評価手続きを開始しており、地域における混乱や国地方自治体における審査負担の増大等の課題が生じてきたところでございます。また洋上風力発電事業の環境影響は風車の立地場所等によるところが大きいとことを踏まえますと、
国が区域を指定する際により適切な環境配慮を行うことが重要と考えます。このため区域の指定にあたりまして、海洋環境の保全の観点から環境大臣が調査等を行うとともに、環境影響評価法に基づく手続きのうちこれに相当するものを適用除外とすることとしたものでございます。環境保全を図りつつ、洋上風力発電の導入が円滑に進むよう環境省としてもしっかり取り組んでまいります。川田博君、申し合わせの時間が過ぎております。はい、わかりました。はい、環境省もぜひ、この海洋政策に対する機関として頑張っていただければと思います。で、最後にちょっと結びを、はい、この広大な海洋はですね、再エネ回帰利用にのみならずですね、国の発展と国の豊かさに寄与できる大きな可能性を秘めております。漁業 や環境に配慮しながら、はい、取りまとめてください。はい、入念に戦略と体制を整備して海洋政策を進めていただきますよう政府にお願いいたしまして質問を終わります。どうもありがとうございました。